本日は 15% 弱ほど上昇したダッシュに目を向ける。まああれですかね、感覚的にはベネズエラの停電とかあって、もう完全に信用されてないところで仮想通貨に逃げ取る。特にあっちの方ではダッシュなんかの利用率高いとか、そういうところの影響じゃないかなと思ったんですけど。はい、2019年4月1日、本日の仮想通貨時価総額と上位10トークにドル円の相場考察します。まあ、これが全部エプリルフールじゃないといいんですけど、という話はさておいて、時価総額からいくと、ぼちぼち上昇してきたアメリカドル換算の146ビリオンと、全体的にもグリーンが目立ち、特にダッシュが 15% ほど上昇と、これ何をやらかしたんでしょうね。オントロジー 5% と。それ以外除けば 2% 前後上昇と、下げたにしても、ステラが 2% 弱、テゾスも同様と。まあ、全体的に上げが目立ちますよね。はい、それで日本円換算の時価総額いくと、こちらも上昇し16兆1352億と、なんかわりかしいい感じじゃないですかね。まああとはドル円でどんなぐらいな動きになったんでしょうというところで、はい、まずは時価総額1位のビットコインからいきましょう。じわじわ来ましたね。なんとか 20MA は抜いとるんで、ちょっと拡大してみます。ダメだ、角度があかん。まだまだ欲しいですわ。まあ抜いたというだけで、まあただ他のトークンも上がってきているし、週足25MA トレンド変換しているのもあるので、まあいいのではと楽観的にいきましょう。手足は 20MA 少し角度ついて乖離離れ、6日足換算の 120MA 水平と、まあいい感じじゃないですか。なんとかで4時間見ていくと、 20MA で1回触りかけるも跳ねて、まあじわじわと右上上がりと、これで46万弱を推移していますよと。じわりじわりと水準が上がってきてますね。日足換算の 120MA はまあそれほど過去と変わらずに緩やかな右上上がりですと。ビットコインに関してはじわじわ右上上がりっていうところが、まあ、現状ですかねと。はい、次はイーサ。週はもうタッチしてますね、これ。ただ抜けんというだけで。ビットコインよりは水平な分あれですね。向こう 20MA で、こっち 25MA だから、幅がある分こっちのあれですよね。信用しやすいデータですよね。ただいかんせん、ここをなかなか抜けんというところで。冷やし場。25MA、やや上向き。7MA それほど角度変わらず。一応は 7MA の上にロウソクいますと。で、4時間行くと、25MA が緩やかな右上。7MA を一回これ抜いたんですね。本日の朝9時から1時台。で、ロウソクは今上昇しています。ここら辺があれですかね、全体的に上がってたとこですかね。なんとなくというところで。はい、次はリップ。週足は前も変わらず、もう本当に、なんか見るのが嫌になるぐらいのスーパーレンジで。週足レベルでこれだからたまったもんじゃないですか、手足は。こちらも変わらず 25MA ずっと水平。7MA を抜いたところにロウソクおるも、25MA と下がってるぐらいで、まあ、乖離幅は少なく、やはりレンジですと。4時間行くと、25MA 水平やや上向き。7MA 見ると、やはりこれ、似たような時間で抜いてって、現在は 99MA を抜きかけとる状況ですか。まあ、全体的にこの時間、朝9時からバイナンスチャートで昼1時。ここら辺がまあ上がってたとこですかね。はい、次はEOS。週足は 25MA 上抜いとるも、水平はまだまだですと。時間がまだ必要ですかね。まあ上がるは上がっとんですけどね、じわじわと。手足は 25MA 少し角度ついて、 7MA 角度変わらず、一応は叩かれることなくロウソク上にいますと。で、4時間はこちらは逆にあれですか、昨日の5時終わってからで上げて、そっからじわじわしながら 7MA 抜いて、現在は水平の 25MA に触っとるところですか。ちょっと上位他とは動きが違いますねと。まあ4時間足目線で見ると、下がりきったところを耐えて少し戻してきたという現状ですねと。はい、次、ライトコイン。週足は 25MA 水平、7MA も角度変わらず、その上にロウソクをって、それほど大きな動きはなくというところで。3週間、1ヶ月ぐらいはそんなにないですもんね。価格差はありませんよと。日足は 25MA の角度が少し緩み、同時に 7MA も緩やかになって、ロウソクがその近くで推移していると。まあ、ここら辺からまだまだ跳ねて上がってくる可能性は十分ありますからね。4時間は 25MA 角度緩まってきて、7MA で叩かれるも、現在はなんとか抜きかけようとしとるとこですか。1日内の範囲で見るとあれですね、若干戻してきたっていう感じぐらいかな。イーサリップルとはちょっと違う動き、EOSに類似するような感じですね。はい、次、キャッシュ ABC。週足は 7MA 角度変わらず、ロウソクの乖離も離れて、まあ少しずつ戻しつつあるということで、再三の通り 25MA が出てきて、どこら辺の位置にあるかが知りたいというだけで、日足は 25MA 角度変わらず、7MA で叩かれかけるも、現在は少し角度ついて上にロウソクいますと。で、4時間見ていくと、
25mA 水平、7mA で1回跳ねかけるも現在はスリスリしとる状況で、 25mA も交わり、まあレンジ内ですよと。はい、次はバイナンス、シュワシュワ、もう完全ムーン状態ですね。 25mA も角度ついてきて、 7mA も変わらず、帰り幅も叩かれることなく、もうほんと安全圏内ですねこれ。もう今ホールドしてる人はおめでとうというところで、どうでしょう、一昨年の跳ね上がったところから去年の正月最初の週あたりの高値をちょっと意識できるところまで来たよなって。冷やしは 25mA 少し角度緩わるも、 7mA で叩かれることなくローソクは上にいますと。高値つけたんですかねこれ。4時間足は昨日の昼で高値をつけとるってことですね。 25mA は角度変わらず、 7mA の角度が若干緩まる通り、ロウソクが現在触ったスリスリ状態。まあこれぐらいは全く影響なく、下がって上がって下がって上がってを、まあ、この辺りの範囲で繰り返していくのかな。まあほんの再三どこまで登るのを待つかっていうだけですと。はい、次カルダノ、シュワシュワ、 25mA 水平に近づきつつというところで、イオスよりこれは早いですね多分現状から見ると。ロウソクは 25mA から帰り離れて、まあいいでしょうというところですね。イオスよりは安牌。ヒヤシは 25mA、 7mA ともに角度変わらず、 7mA に叩かれることなく現在はロウソクを上にいます。4時間は 25mA 角度変わらないも、 7mA あたりでウロウロして帰り狭まり、どうかどうかという状況ですね。かなり縮まってきて、まあ叩かれても 25mA 右下は向いていなく、水平にも行ってないというところで、まあ、さらに週足のサポートあるので、まあこれぐらい叩かれたところで問題ないでしょうというところで。はい、次はテザー。大きな帰り幅は昨日の夕方5時50分ぐらいですかね、これが一番帰り離れたぐらいで、他はまあ別にそこまで大きな動きはなく、ニュース的な動きも特になく、時価総額が9位と上げるわけでもなくというところで、むしろじわじわとやられてる感じですよねというところで。はい、次はステラ。シューは 7mA の角度変わらないも、ロウソクとの帰りは少し縮まっていますと。それでもシュー足単位の高値で言えば、じわりと小指の頭ぐらいは更新しとるというところですか。 25mA の帰りがまだまだ遠いので、ここら辺を届くまではさすがに安全はできません。ヒヤシは 25mA の角度変わらず、7mA もなんとか耐えとるところですか。一応ロウソクは言いますけど、 25mA というのはかなり帰り狭いというところで、ちょっとやったら逆光クラーク可能性あるので、まあ楽観視はできんかな。4時間行くと 25mA 水平やや上向き、 7mA 角度つく通りに、4時間足内の範囲で本日1時から5時でお昼のです、高値更新しましたと。3月の21日からってことですね、の範囲内でまあ更新高値していますと。まあでもやっぱり週足あれだとなかなかこれでは信用はしにくいですよねとこで。はい、次はドル円。例によって先週の金曜日かの夕方から追っかけていくと、相場は終わった後です。ロンドンでじわ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 短期の上を上昇しつつ、ニューヨーク入ってもなんとか耐えつつ耐えつつ、マーケットは終了し、週明けた本日朝からアジアでガンガン上がり、111円前半今日まで上り詰め、ちょっとと2時とかに叩かれかけ、現在は短期を触っとるか若干下抜いとるような位置ですか。これで 111.02 円ぐらいですか。中期も跳ねた通り、まあ戻してきたよなと。で東行くと、短期中期ともにロウソクを抜いて現在上に行きましたと。先週の終わりからがあれは大きいですね。まあもちろん今週入ったアジアからの上昇もありますけど、週足行くと本当荒いですね。短期をこれで抜いて中期に差し掛かるってとこですか。荒いな、週足レベルでこんだけの動きするんですね。別に期間設定が 10MA で 50MA だからめちゃくちゃ短いわけの一桁じゃないんですけどね。 50MA 水準にしても、やっぱこれ動きは荒いですね本当に。ということで本日は 15% 弱ほど上昇したダッシュに目を向けると、まあチャートバイナンスで取り扱って期間が短いので週足いくと、まあ、高値は更新してますけど、わずか2週間ということで、まあそこまで信用できるサンプルでもなく、日足目を向けても5日ぐらい、まあ全部上昇して何があったんやってとこで、さらに4時間目を向けると、まあ、これも本当に下げたところ探す方が難しくて、もう 7MA 全て右上がり、それも急角度、高値もこれ1時から5時で更新しとり、まあわずかに出てきた 25MA とこんだけ乖離平安にとってそれは上がるだろうって。まああれですかね、感覚的にはベネズエラの停電とかあって、もう完全に信用されてないところで仮想通貨に逃げとる、特にあっちの方ではダッシュなんかの利用率高いというそういうところの影響じゃないかなと思ったんですけど、
バイナンスを利用しとるかはどうかは分からんですけど、ただ世界の仮想通貨マーケットとしては比較的どの国でも日本でも開設はしやすいから、まあ取引はしやすいだろうな。多分ベネズエラ人じゃないから分からんですけど、ただ何にせよ USDT アメリカドル換算のステーブルコインに対してこれだけの価格上昇、まあ上場して日にちが浅いっていうのもありますけど、それでもバイナンスの取引量は決して少ないわけでなく、むしろ多い方だから、まあこれは信用できるサンプルだよなと。上がってきたネタは分かりません。全体的にいくと、まあ時価総額アメリカドル換算日本円換算でも上げて、ドルに関しては若干戻してきて、ビットコインがどうでしょう、そろそろと期待しとるんですけど、週足の 20MA の水平が欲しいだけで、それはイーサリアムも毎回同様 25MA 水平なんですけど、高値更新せずなかなかここの角度がついていきませんと。もうリップラなんか見るのも嫌なレンジがずっと続いて、イオスがもうちょいあれかなーって、週足 25MA が水平になるといいなーのその先がカルダノがもう水平ほぼなりつつあって、まあ長期トレンド変化で、まあ他っといていい状態かなって。その最先端におるのがバイナンスで、これはもう完全放置プレイですよね。どこまで行くかっていうことで、その幅が低いのがライトコインで、こちらもまあどこまで行くか他っとけ状態、まあ、上昇幅的にはバイナンスほどは現状は見込める感じはしないですけど、カルダノがテザーはなんかまあ相も変わらず、ビットコインキャッシュ ABC に関しては週足 25MA が出てくるとどうかなって、 7MA ぐらいまではまあ割と戻しつつあるんですけどねと。ステラがさすがにじわじわ戻しつつあっても、あの週足と 25MA 角度と乖離幅の狭さ見るとちょっとした逆光でやられる可能性があるから怖いよなというところで、ドル円は相変わらず相場は楽で、週足レベルそれも 50MA 基準にしても本当戻していくのも上がるのも下がるのも両方早くて、なかなか仮想通貨より手強いよなというところで、まあ、全体的には電子が入ってきたのかなって。ビッサムハックのなんか影響も特に相場になく、トロンが日本 IP 関連のダップスに対してギャンブル関連へ、まあ、決心していくっていう動きがあると表明して、ドラゴンエクスチェンジが保証を発表するもキャンセルして4月1日なのにどうなんかなというところで、まあこのダッシュの相場も4月1日なのでエイプリルフールだって言わんときはいいですけどというところで、はい、まあそんな感じで、以上2019年4月1日仮想通貨時価総額と上位10トークンにドル円とダッシュの相場考察でした。そんな感じで終わり。エイプリルフールだよ、相場嘘くつかないで、お腹減ったパン食べたいよ、今日は早いね、風が強いね、窓開けると光が入っていいよ。